1608年頃のジェームズタウンのスケッチ1622年のインディアンによる襲撃を描いた規範が古い教会の塔の廃墟ジェームズタウンはイギリスが北アメリカに建設した最初の永続的植民地で後のイギリス帝国の広大な植民地の端緒でもある集落は現存せず現在は歴史的移行となっている現在のバージニア州ジェームズシティ群内 チェサピーク湾に注ぐジェームズ川川口付近の島上に位置する。今日のジェームズタウンは、ウィリアムズバーグとヨークタウンとで作る、歴史三角形として知られる重要な国家資産の一部であり、これら三史跡を結ぶ植民地道路の西集団でもある。バージニア植民地歴史も、参照1607年、ロンドンバージニア会社によって、スーザン・コンスタント、ゴッドスピード、 ディスカバリーの3隻の船で105名の植民団が北米植民地開拓に送り込まれた。船長クリストファー・ニューポートの下、四4ヶ月の航海の末にプエルトリコを経由して1607年4月26日にヘンリー・岬についに上陸した。現在のハンプトン・ローズ地域を探索した後、ジェームズガーの島内に砦に囲まれた入植地を建設した。こうして、 5月4日にジェームズトリデとして、ジェームズタウン植民地は設立された。この町の名前は、イングランド王ジェームズ一世にちなむ、ポーハタン族インディアンが彼らを手厚く艦隊し、食料を分け与えてくれた。英国最初の北米植民団は1585年に送り込まれたが、全滅しており、ジェームズタウンが最初の永続的植民地となる。植民当初は、延命に、 不可欠な濃厚につくのを嫌がり、インディアンの支援を受けるも食料は底をつき、病気が蔓延した。1608年1月にクリストファー・ニューポート率いるイングランドからの第一次支援団が到着した時、最初の入植者はわずかに38名だけしか生き残っていなかった。この時、新たに120人が送り込まれた。ニューポートは、り出の補強などを行った後、 イングランドに戻るとすぐさま次の補給団を率いることを任命された。開拓の指導者であったジョン・スミスは、ジェームズ・タウンの第一の関心を黄金から作物と家畜に変えることと主張し、一時的に事態は改善した。しかし、同年12月に第二次支援団がジェームズ・タウンに再び到着した時には、食料が尽きたため半数以上の植民者が死亡していた。この時、 第二次支援団によって初めてイギリス人以外の労働者もジェームズタウンに送られた。彼らはドイツ、ポーランド、スロバキア人の職人たちでジェームズタウンの工芸輸出品を育てるために雇われた。職工たちによってガラス在庫のかまどが建設され、ジェームズタウンガラスハウスはアメリカで最初の工場となった。また、ガラス製品はジェームズタウンの最初のヨーロッパへ輸出品となった。 これらの努力にもかかわらず、入職最初の2年で、イングランドの投資家たちに利益を持ち帰られないスミスは1609年に解任され、新たにジョージ・パーシーがジェームズ・タウン開拓を率いることになった。1609年8月に、イングランドからの第3次支援団の7隻が、10月には途中、ハリケーンでそれた1隻が到着した。 1609年から1610年にかけての冬は、ネズミ、ヘビ、馬の生皮、は、果ては人肉まで食べて、上をしのぐ有様で、総勢500人の入植者のうち生存者はわずか60名となった。生き残った者も、飢餓で全滅寸前であった1610年の春、イングランドからの第三次支援団の最後の一席が到着したが、食料はわずかしか積んでいなかった。 第3次支援団として送られた9隻のうち1隻は行方不明となっている。6月7日、植民団はジェームズタウンを放棄し、イングランドに帰還することが決定された。しかしその2日後、第4次支援団が食料や医師などの人員を積んで、寸でのところで到着し、ジェームズタウンを放棄しないよう指示した。この判断は植民者たちから不評であったが、これが功を奏して、 ジェームスタウンはイギリス初の高級的植民地として生き延びることとなった。それ以降もロンドン会社が次々と送り込む人の波で状況は次第に改善されていった。1610年にバミューダを経てやってきた第三次支援団の一人、ジョン・ロルフが持ち込んだ新しいタバコの株はジェームスタウンで初めてまともに利益を生み出す輸出品に育った。 1619年には初めて黒人の労働者がタバコ裁判のためにジェームズタウンに送られた。ようやく1620年代には飢えることのない状況になった。1619年にはアメリカで最初に選出された代表市民議会がジェームズタウン協会で開催された。当初はイングランド人の男性のみに選挙権があったが、すぐにポーランド人やスロバキア人にも認められるようになった。 土地の権利についても取り決めが行われ、バージニアに最初の4つのシティ、チャールズシティ、エリザベースシティ、ヘンライコシティ、ジェームズシティが設置された。ジェームズタウンはジェームズシティの管轄となった。バージニア会社の植民者たちは次第にポーハタン部族連合の領土に侵入し、武力でこれを奪った。彼らを侵略者と認定したインディアン部族は彼らに攻撃を加えるようになり、 ち落ちで洗う植民地戦争が始まった。彼らが持ち込んだ病原菌は免疫のないインディアンを弱らせ、苦労せずともインディアンたちは数を減らした。1622年に起こったポーハタン族インディアンによる一世放棄であるジェームズタウンの虐殺では、当時のジェームズタウンにおける英国白人人口の約1、3にあたる347人が殺されたが弾圧に成功した。 この事件の後、ジェームズタウンの入植白人は報復として和平会議と称してインディアンを招き、毒を飲ませて騙し討ちを行い、200人近いインディアンを殺した。また直接武力で50人を超えるインディアンも殺害した。1676年、ベーコンの反乱によってジェームズタウンは焼き払われたが、すぐさま復興された。経済的にはタバコ栽培で成り立った。 川口付近は湿地が多かったが、それでもここに入植したのは海から離れているので、スペイン艦隊から見つからず、しかも川が深い場所だったのでいつでもすぐ逃げられる、要外洋船を停泊させることができたからだった。伝染病が発生しやすかったことから、1699年にバージニア植民地政府は近くのウィリアムズバーグに移転した。現在、跡地には入植当時の要塞や、 建物、木造船などが再現されている、ナッシュ P45 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 ナッシュ PP45 から46。ありがとうございます。